この調子でいこう。兵庫県ラジオネームライスドーンさんからいただきましたね。行くと体が温かくなる場所はどこでしょう。行くと体が温かくなる場所？あれ全然なんか謎を隠されてないじゃん、だって。ん？行くとから、なんか温かくなる。行くと体が温かくなる場所？はぁはぁはぁ。なんだなんだ、熱い。ホットホットホット。うん。まあ、そういう感じですね。ホット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 チリペッパーズ。ホット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 。でも、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと日本語風に。ほう、ほうほう。あ、体が、あ、さすが小島さんです。あった。わかんない。結構あっさりしてるでしょ。うん、そうです。ね、簡単ですね。場所でしょ、うん、まあ、ほっほっ。ほく、ほくほく。いやいやいや。ほく？ほく近い。ほくと近くないです。ほっ、なんかもっともっともっと、もっと近いもん。うん、でも簡単ですよね。暖かくなる場所。暖かい。暖かいをまた言い換えますよね。言い換えるというか。うん、暖かい。暖かいっていうことは、ヒートランド。あ、でもね。ヒートアイランド。AKB のメンバーはよく行きますね、そこに。行く場所？え？メンバーよく行く。違う、絶対。え？違いますか？よく行く場所？よく行く場所？うん。そうですね。なんか、ね、ツアーの時とかに行きますね。ホットホット。メンバーが暖かくなる場所だっけ、なんだっけ。行くと体が暖かくなる場所はどこでしょうってことです。あ、もう全然わかんない。全然わかんない。わかんないですか？うん。わからん。何これ？わかんないですか？もっともっともっとちょうだい。うん、これ。私はあっち。意味わかんなくなる。うわうわうん、まぁ、違うけど、あっちも合ってる、ね、あっちも正しいの。あ、何あっちこっちこっちねえ、だから暑いかな、あっちって言ったの。暑、うん、いだから、ホットホット、ホットが近いんだよ、ね。ホット、うん、ホット、ホット、うん。あー、わかりましたか。あ、正解言っちゃいますね。言っちゃっていいよ。ホテルです。へぇー。そんな反応。うん、なんか、うん。腑に落ちてないですね。ピンときてないですね。あーってならない、これ。うん、